皆さんこんにちは、ボストンの佐藤洋平です。本日はですね、なんでボストンなんですかっていう話によく聞く、なんでって言われてもね、大学からいるっていうのもあるから、ちょっとなかなか答えづらい部分があるんですけど、ちょっともうちょっと細かくお話したいなというふうに思います。まずですね、確かにね、ニューヨークの方が世界中からいい演奏が集まってますよねって言われるんですけど、僕もね、そう思ってました。なので1年ぐらいね、実はね、ニューヨーク住んでいたことあるんですよ。ニューヨークって確かにすっごく有名な上手な演奏が多いんですけど、ね、ソロの方が多い、ソロが世界的に有名な方が多くて、なんかこう、ニューヨークってエネルギーがありますので、現代音楽ですね、僕の業界でいうとね、そういう現代音楽なんか新しいことをどんどん取り入れて、すごくね、いい街ではあったんですよ、本当に。だけど演奏家、特に僕の場合はオーケストラっていうことになると、平均値は高いと思ったんですけど、ボストンで勉強していたせいなのか、これちゃんと前置きしておきますからね、僕の好みじゃなかったんですよね。僕のこう好きなスタイルはヨーロッパスタイル寄りだと思うんですよ。音色はやっぱこう立体的で、演奏目立つねよって感じの演奏スタイルですね。アメリカはね、これまでは隣と合わせて演奏する、だから音程をすごくね大事にする演奏スタイルで、ヨーロッパはどちらかというと音色を大事にするアンサンブルって一般的に言われてるんですけど、僕はねこの中間がすごい好きで、僕がよくね指揮するボストンチェンバーオーケストラで、オーケストラはこの中間的な奏者が多いですね。なんかこう、さまざまなスタイルを演奏する奏者は結構いるんですよ。だからね、演奏の幅が広いんじゃないかなっていうふうに、これ僕個人的な意見として思います。だからそのスタイルが、ボストンにいるその演奏のスタイルが単純に好きなんですよ。なので僕の過去の作品だったりとか、一番多分、皆さんに耳に、皆さんに一番近いものはテレビドラマ遺留捜査だったり、刑事シリンっていうドラマとかで僕たち演奏してるので、どうですかね、皆さん聞いていただいて、そうでもねえよっていうコメントなのか、あれねって感じなのか、よかったらぜひコメントねしていただけたら嬉しいです。また他にも質問等あれば、コメント欄に書いていただけるとなおさら嬉しいです。それではありがとうございました。